県は JR 仙台駅東口の大規模接種センターで事前予約がいらないワクチン接種をきょうから始めました予約不要の接種は県が運営する大規模接種センターで来月15日まで毎日実施されますきょうは午前11時までに17人が来場しました 県が今月23日に試験的に予約不要の接種を行ったところ、当日準備した450人の枠に対し、およそ4割に当たる195人が接種を受けたため、一定のニーズがあると判断したということです日中の受付は午前10時から午後3時までで、平日のみ行う夜間接種は午後6時から受け付けます。 接種には接種券と身分証明書の提示が必要です。